小松ナギは豆科の必死植物である。日本の本州から九州、朝鮮半島、中国に分布する。小松ナギは日当たりの良い原の道端などに生える草本状の小型の低木である。根は硬くて丈夫である。幹は高さ60から90センチメートルで計1.5センチメートルぐらいになる。枝は細長く緑色であり多数分岐する。 葉は五星で短い傭兵を持った奇数上腹傭である。小葉は4から5体につき長大円形あるいは東卵形である。先は円形で細い微突起があり、基部も円形でごく短い柄がある。長さ10から15ミリメートル、幅5から12ミリメートルで全円である。葉の両面には柔らかい副毛が多い。夏から秋にかけて葉から花柄を出し、 長さ3センチメートルばかりの相乗過剰をつけ、格子色の美しい頂上の花を開く。花は長さ5ミリメートル、小花柄は額よりも短い。額は筒状で五列し、有毛である。開花後、長さ3センチメートルばかりの円柱形の透過を生じ、中に3から8個の種子を含む。和名は小松なぎという意味で、 茎が丈夫で馬をつなぎとめることができるという説や、葉が馬の好物であり、馬がこの木から離れなくなるためとする説がある。小松なぎは寒木であり、馬をつなぎとめておけるほど幹が頑丈でないことから、後者の説が有力だと考えられている。インディゴに使われるのはこの品種ではなく、台湾小松なぎ、南蛮小松なぎ等である。ありがとうございます。